やりたいと思います。あつ森、あつ森、98回乗り物いやーいやーいやーこしれんかこしれんかおっきょおっとおっきょおっとおっきょグーで肩甲骨突っ込みはあかんわ朝からうざすぎてはいということで、98回と見せかけて9回目ぐらいですかね皆さん大好きな乗り物がやってきたということでいやー今年はね西武ライオンズから入るということでいいねあの西武ライオンズの有名な選手がたくさん来てますんでちょっとじゃあ先にお呼びしましょうか、はい、じゃあホセ・フェルナンデス選手フェルナンデスやホセやではい、ということでライオンズの乗り物を今日はやっていただくということで、はい、早速ね、お願いいたします。お願いします。お願いします。今日は初心者ポンコツ2名なので、あ、はい、いや、舐めてもらっちゃ困りますよ。前回2人やってます。シーってコース当たんないんだから、まあ、でかくしてもらってめっちゃ怖い。怖いやでね、すごい。まあ、僕最近の出番もなかなかあるんじゃないかと、やっていきましょう。よいしょ。乗り物ホセやね。これは滑る。それでは1人目お願いします。すごいすげえ。フォーム綺麗なのに汚い方法を切ったのに。これはもうね、ワンバウンドするかしないかスライダー。はい、山本さん誰でしょうか。これは有名だよね。秋山翔吾すげえ。ほら、いやもうノリがうまいわ。知ってる選手言っただけやろ。じゃあ2人目お願いします。はい。あの顔ね。あの顔日本人じゃないわ。めっちゃ似てる。サボさん、バレンティーナ。大丈夫。大丈夫。残れる。カブレラ。まあギリを残しとこう。まあ4番ということでね。ポイントっていいですか。はいはい。山川穂高選手。正解。見てたわ。こんなやつ。はい、じゃあ3人目。はい、こっち。おお、あー、来た。うまい顔。うわー、似てるー。これめっちゃ似てるな。やばい。くそいかしい。うん、かわいかしい。あー、なんか変なとこまで撮れ。じゃあもう日本の人ではない。メヒア。はい、大丈夫。はい、じゃあ大輝さん。はい、森友哉選手。正解。マジや。応援の MC か、俺。じゃあ、4人目お願いします。かっこいいな。あー、もう分かった。すごい。あー、黄金時代ね。おー、これも分かる。分かんの。じゃあ戻っていいっす。いや、あの人ですよ、これは。来た。中島。下中島、守る。ボムじゃん。ポジションあれで一塁だし。クロちゃんやん。余裕やばい。はい、じゃあ当てるよ。中村、まず優也。これは帰らそう。ポジションは平行さん。はい、中島平行選手。ペバー。ちなみにポジションはセンターショー。はい、ほんじゃ帰ってもらって。もう帰ってた。でもあの黄金時代ユニフォームやんでね。そう、すごい。これかっこいいよね。特番だから。あの時の中島さんやばかったよ。一番かっこいい、ほんとに。すぐ切れる。グレイシンガーとね、やり合ってんの。じゃあ5人目お願いします。はい、はい、ピッチャー。あー、あともう一つヒント。2球目。あれだ、松坂通りだった。あ、言うやないか。はい、退場。これはひどいね。ほら、それもこれはひどい。アピールええねん。お願いします。マキタどうしてる。はい、ピンポーン。モノマネの人だ。知ってたわ。それお前が言ってんの。あれちゃん、落合のモノマネしてる人じゃん。あれちゃん、細かすぎて伝わらない。一生できた。うん、モノマネいい。はい、じゃあロピンお願いします。これちょっと当ててほしい、俺は。いるぞ。こんなやつ。え、オオカメ、オオカメ、ピンポン。ええ、なんか順番抜かした。次が気持ち
だろうね。すげえ似てるわ。うわすげえ、すげえ。まあまあどまいや。残念埼玉みたいな選手。ね、毎年コンスタントに結果残す。まあまあ結果残してる。素晴らしい。最後お願いします。はい、来た。来た、なんだこれ。誰だ。なるほど。あ、やばい。ワンチャンわかるこれ。ワンチャンだからサッカー選手だ。あーすごいっすね。サッカーやってるもん。絶対サッカー。最後やばいな。どうぞ。菊池雄星。ピンポン。あー出た。終了。はい、ということで、はい、セーブ編終了。いやーよかった、もうこの毎回心がもうそうでもねえだろ。3日ぐらいで終えてたのやっぱ煮つつやっぱおもろいっていうことが大事ですから。今回も素晴らしいモノマネありがとうございます。ありがとうございます。今日ここで一番暑さが命掘りしたな。命掘りということでね、はい、次回ヤクルトに。うわ、ヤクルトか。もう残すとこ3、4球団です、うん、ケーキだけでユニフォーム全球団揃っちゃいます。大丈夫ですよ、ヤクルトはもうあるんで。あ、まああるんですか。うちのあのインフルエンザ君。そうそうそう。皆さん少しでも似てると思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。次の乗り物でお会いしましょう。バイビー。バイビー。